ル、プレミア王者マンチェスターシティ、やはり古橋獲得に動く模様。マンチェスターシティは今夏に獲得候補として浮上した古橋翔吾への関心を継続しているようだ。A メディアチームトークによれば、シティは古橋が得点を決めた CL 第1節のスロバンブラチスラバ戦にスカウトを派遣しており、ベップは今も注目していると伝えられている。シティはフリアン・アルバレスを放出するなど攻撃陣が手薄になっており、今夏前線の補強として古橋に白羽の矢が立っていた。マンシーはもうダメだろう。ほぼほぼ制裁食らうと思ってる。何度決めても勝ち点剥奪、カップも掲げられないよ。フリアン・アルバレスの後に古橋来たら現地ファン発狂するだろ。捕まらないための動き出しと一瞬のシュート力が持ち味の古橋は FW にゲーム作らせたくないハゲ好みではあるかもしれない。古橋だった森保監督に呼ばれることがないから、代表活動で疲弊するFIFAウイルスにかからないのが利点か。そもそもシティが来季以降もチームとして存続してるのか気になるわ。むしろ挽回した後のペップやリージョが向かったチームに行けたらベスト。ペップが目をつけてシティが獲得した選手を、森保が代表で欲している。という面白構造をぜひ見たいから移籍実現してほしいと心から願っている。不意移籍はないと思う。セルティックが CL でプレイオフまで行く可能性がある。よってセルティック側が無理な移籍金を要求するのは確実。正直今の代表なら古橋の活用法を見つけられる気がする。今頃再燃するなら夏にとっとけよ。